今日取り上げるのはエネルギーの問題で、はい、最近はあの日本人は何も考えずになんかあの地球が温暖化するとか、はい、なんか言ってるでしょ、うん、カーボンニュートラルとか、はい、そういうことは本当に日本人のためになるのかと、うんまあ、いうことを一つの洋上発電の今計画が進んでおりますからですね、はい、そうですね。まずは基礎情報をお伝えしておきますと、はい、去年の10月のことです。経済産業省と国土交通省は再エネルギー海域利用法に基づいて山形県の湯沢町沖および青森県沖日本海を促進地区に指定しています。再エネ海域利用法は海域において再生可能エネルギーの発電施設を建設をして電気を作り出すことを推進する法律で、これを受けて促進地区となる山形県や湯沢町で洋上風力発電を建設する事業者の公募が始まりました。ここで武田先生、問題点はどこでしょうか。なんかね、うん、風はね、風、うん、風はただ吹いてると思ってる人がいいんですよ。ちょっと言ってる意味がよくわかんない。自然に吹くんじゃないですか。あのね、自然に吹いてるじゃないですか。30年ぐらい前にね、僕はあの風力発電の問題の本を書いた。はい。それで風がこう吹いてくるでしょ、うん、そうするとそこからあの発電、あの風力発電で電気取るじゃないですか、はい、そうすると風のエネルギーの5分の1ぐらい頑張れば取れるんです、うん、そうすると下手の風はね半分に減るんです、はい、ね。そうすると下手の木が半分になるんです、うん、そういうことを全く言いもしないでね、そのね、風力発電は誰のために吹いてるかって言ったら、はい、日本の自然を保つために風が吹いてるんですよ、うん、風が吹くことによって鳥も飛んで地面も乾いて波も立って、はい、魚にも酸素が行ってって、はい、全部なるわけですよ、うん、ところがね、人間ってね、変なことにね、風力発電は何も影響ないと思ってる、はい、で僕は風力発電ってこういう影響ありますよって本に書いた、うん、そしたらね、武田、いつもそうなの、武田アッホだと、風を利用して木が減るってお前何言ってんだと、自然に影響があるということはないと。自然に影響なかったらあんなね、やらないじゃないですか、はい、それはちょっと今日お話ししよう。具体的な例がある、これね、はい、これはまあ、 あの言ってみればあのもうインチキ写真なんですよ、実際の写真だけど、なんか綺麗な海にね、はい、綺麗な風車が立ってて、はい、それなんかいいみたいな感じがするじゃないですか、うん、なんか絵はがきみたいだなと思って、うんね、おしゃれな感じ、ね、あの文化系の人なんかね、はい、なんかえこれ作ったからって木が減るの、うん、こう思ってる人、思います、思ってるでしょ、はい、思います、思ってる、はい、そうでしょ、うん、関係ないと思います。ところがあの、まあ、一応次のね、まず科学的な話からねいきますとね、ええ、こっちから100キロワットの風が吹いてくるね。風っていうのもエネルギーですから、エネルギーで強い風はもちろん高い、はい、低い風、緩い風はエネルギー低いわけですね、うん、なんでこれ100キロワットの風が吹くかって言ったら、太陽エネルギーがこう照射するところがこうばらつきがあるから、うん、気圧が高くなったり、うん、気圧が低くなったりしてそこで流れるわけです。もともとは太陽エネルギーなんですね、うんうん、で人間以外の生物は全部太陽エネルギーで生きてるわけです、はい、で100キロワットの風でここを取って、そこから20キロワットの電力をまあギリギリ取るとすると、うん、どうしてもエネルギー効率があって30キロワットは熱になりますから、これの分だけは温暖化しますけどね、まあ、これはまあどうでもいいと、はい、ところが下手の風はここで50キロワットの、ね、電気と熱が出ますから、はいはい、その分だけ風のエネルギーが50に減っちゃう、減るんですね、ってことは弱くなるってことね。あ、そうなんですか。木の数は何で決まってるか、はい、木の数ほとんどの場合は風の強さで決まってる。あ、そうなんですか。そうなんですか。洗濯物と一緒なんですよ。へー。あのね、木っていうのはね、あのほら地下から水をこう汲み上げてるじゃないですか、はい、よく古い管とか導管とかいいじゃないですか、はいはい、水がジョロでかけないと枯れちゃうでしょ、うん、あれなんでかったらもう常に水をいるんですよ、根っこからね。なんでかったらあの僕らは歩いたりできるし、水飲んだりできるし、汗もかくので、うん、体から熱が出せるわけですよ。体ってのはこう、なんで僕らが歩けるかっていうと、この一歩歩いたことに体を冷やすわけですよ。汗をかいたり、はいはいはい、風が吹いたり、そういうことなんですか。だから箱根駅伝なんか見ると分かるけど、はい、箱根駅伝で走ってる選手はみんなランニングですよ、うん、冬の最中に、はい、見てる方はコートなんか着ちゃってこんなやって見てる、氷点下の時ありますからね。そうそう、あれはどうしてかっていうと、あのスピードで走るためにはできるだけ体を早く冷やす、ああの冷やした分だけ走れる、うん、こうなるわけだね、うん、だから時々それを失敗すると熱中症になってこんなふうになっちゃって、脱水症状になる、ね、脱水症状になるでしょ、うん、あれがそういうことですね、はい、だからあの木が脱水症状になっちゃうわけです、はい、水を吸って蒸発させるにも風が来なくなると、うん、葉っぱってのはあれ、水を蒸発させるために葉っぱがある、うん、
うん、であと太陽を受光するため、うん、だから太陽を受光してあの葉っぱでね水分を出す水分を飛ばしてそれで体を冷やすので生きていってるんです、うん、木ってねなかなか難しいのはねあなたが昼飯っていうとどっか食べに行くよそれ、はい、木はいけないんですよそこにそこに、ね、だからもう木っていうのは太陽の光と風がないとそれから水汲み上げられないと、うん、その場所にないといけないんです風を待ってるんですね風を待ってるんですパワーのある風をだいたい、まあ、木ってねなんでまっすぐ行くかとこれ木がまっすぐ行くのは太陽の光を自分が受けるからですよ、うん、曲がってると遅れを取っちゃうから、はあ、だから上上とこう伸びるわけですよ、はい、だから上に伸びて太陽の光を受け水を吸収して風を受けて蒸発これが木というものなんです、うん、だから、まあ、簡単に言うと 100kW の風が 50kW になったらもちろん木は半分になる、うん、と僕は本に書いたら、もうね何を言ってんだ電気取ったって風変わんないなんていうねそこから始めなかったね、うん、エネルギー保存則があるんだと、うん、変わるんですねなんか説得力あるよねすごい当然のことですからあそうかそれでいやもちろんこれは一例であって、さっき言ったように洋上の場合はどういう問題が起きるかというと、はいはいはい、このやっぱり波なんていうのはね、全部あれ風ですから、はいはいはい、風、はいで波が起きるから空気中の酸素とか空気の CO2 が海に溶けるわけで、あれ平らだったら風も何にも吹かなかったら拡散つってただこう行くだけですよ、うん、そうするとねそのうちね胸膜ってできてちょっと難しいんですけどもう全然吸収しなくなります。そうなんです。そう波立つからいいんですか。波立つから。あちょっと質問いいですか。はい。でもその一部分、はい、別に海面上ずっとなんかこうね、はい、この風車を置くわけじゃないから、はい、少しぐらいはいいんじゃないかと思う。そうそう、それをね、うん、その質問については僕はね、例えばこの政府が洋上発電の指定地域を決めるときに、はい、計算しろっつってるんですよ。まずは、うん、国立環境圏があるから、はい、そこでここに洋上発電つけたら木がどのくらい減るか、減ることは間違いない、うん、それから魚がどのくらい死ぬか、死ぬことは間違いないんですよね。だって酸素と CO2 が減るんだから死ぬわけですよ、うん、それからそれでそれをまず計算してそれで環境上こういう影響が必ず影響ある。なるほどね、なるほど、必ず影響あるから、だから木はあの今1万5000本があってるけどもこれは1万本に減りますよと、うん、よろしいですねと、お魚はこれだけの漁獲量下がりますけどいいですねと、これやっぱり言わなきゃいけないけど、あの国立環境圏というのはあの政府から金もらってるから政府がやるっていうことに反抗しないで全然計算しないんですよ。いやだからさ、普通はさ、これ陸上だったら環境アセスって必ず義務付けられてる、はい、そうそう、要するに海上だからそこがないんだ。みんなこれ見てごまされちゃうんですよ。こんなねでかいところに行っていや全然そうじゃないんですよ、うん、結構際どいんですよ、うん、要するに際どいっていうか木の数とか魚の数っていうのはその時の風とか太陽の光で数が決まってるから、うん、だからもちろんこれだけ取れば、ね、まあ簡単に計算するんだったら魚の生存エネルギーと木の生存エネルギーとこの電力でシュッと計算したら半分になるとか分かる。だけどそれはちょっとあまり雑だから、あの国がやるんだったらやっぱりコンピューターできちっと風の向きとか やらなきゃいけないっていうのがまあ基本なんですね。でこれはもう教科書があるわけですよ、うん、それがまあちょっと代表的に言えば黒部ダムとアスワンダムをちょっと私説明しますと、はい、黒部ダムを作る頃はとにかく川にダムを作る、うん、水をせき止めて、はい、そこで電力を起こすと、はい、それであれ関西電力やったんですけど北陸地区にあるんですけどね、はい、あれね何つったかったのね、みんなにねテレビも見なきゃいけないし冷蔵庫も動かさなきゃいけない、はい、だからダム作るんだ。みんなもうあの頃はちょっとこれだったから、黒部の太陽とか映画作っちゃった。すごかったですね、石原裕次郎かっこよくやって、それで作った、うん、作ってしばらくやったらねアホだっていうことが分かったんです。まず第一にね、はあ、川っていうのは上からね土砂が流れてくるんですよ、うん、それで僕ら平野ができてる、富山平野も濃尾平野も関東平野も、うん、みんな土砂ですよ、はい、名古屋の濃尾平野なんか全部木曽川 あの泥だからね、うん、土砂で作られてる。それがね土砂で作られてるってことは上から絶え間なく泥が流れてくる、うん、石がね、うん、それがたちまちダムに詰まるわけですよ、うん、流すわけないでしょ、はいはい、そうするとねダムっていうのはねあの木の葉っぱが落ちるんですよ、その木の葉っぱが落ちるとそれが腐るでしょ、はい、それ硫化水素が出て、その毒物の水ができる、腐った水、そうすると黒部が最初に蓋を開けてダーッと流したらもう下全部黒部川全部汚染されて、魚全部死んで、ですか、富山湾の3分の1が汚れたんですよ。3分の1も、3分の1汚れた。だから今さっきそういうのをやるときは環境アセスがあってって言うけど、うん、
その環境アセスはね、プロベダムの時の環境アセスはね、魚のお母さん呼ばなきゃね。魚のお母さんに環境アセスしなきゃね、はいはい。人間なんか呼んだって分かんない、うん。魚のお母さんにあなたが育ててる今2人の子供はダムを作ると全部死にますけど、うん、よろしいですかとこう言うと、はい。そしたら魚のお母さんが、いやあなた方はテレビを見るために電気欲しいかもしれないけど、私はもう2人の子供の命ですから、うん、やめてくださいって言うって、ええ。つまりね、自然と共存するってことは、自然に聞かなきゃいけない、うんうんうん、なるほどね、うんうん、それが根本なんです、うん、これでもう一つ間違ったのがアスワンハイダムですよ、エジプトの、はい、あそこナイル川の上流にナイル川すごい川だから、はい、だからそこにダム作ったらものすごい電気できるわけですよ、うん、ものすごい電気ができるってことは何を言ってるかって言ったらものすごく自然を傷めるってことなんですよ、同じことなんですよ、うん、だって自然っていうのはもう動物にしても植物にしてもギリギリ使ってるから、これでアスワンダム作ったらね、まず簡単に言うとね、いろんなことが起こったけど簡単に言うと川のエネルギーが電力分だけ取られたから、うん、ナイル川の川のエネルギーがぐっと減ったわけですよ、そしたら何が起こるかって言ったら海と川のエネルギーのバランスが崩れて海の方のエネルギーが強くなってずーっと塩水が、あそれが塩害なんですか、それです、あそういうこと、川側に入ってくる、河口付近の塩害は全部アスワンハイダム、塩害なんですね、なるほど、これでアスワンダム、アスワンハイダムと作って、うんうん、まあ、やめちゃったんですよ、これで日本も今ね水力発電を増やせないっていうのは、うん、ノルウェーみたいな国は水力発電でいいんです、ノルウェーっていうのは日本の人口密度20分の1ですから、うんうん、だから日本人が100人集まるのとノルウェーで5人集まるのと一緒なんですよ、うん、だから自然に対する人間の影響ってすごい小さい、20分の 1, 分の1だから、あの日本で水力発電作ってこれだけ電気ができました、佐久間ダムとか黒部ダムこうですっていうのとその20分の1の発電所を作ったと同じだから、うん、それはやっぱり効果がほとんどない、あの、うん、害が出ないんですよ、ちっちゃいあの水力発電所を作る、だから例えばノルウェーの水力発電所と日本の水力発電所と黒部ダムみたいなものはもちろんノルウェーなんかないと、はいはい、いらないと電気余っちゃって、うんうん、だからそういう状態なんで、その日本みたいに人口密度が多いとこは人間のものをあの供給するとすると必ずそうなる、うん、あ、うん、なるほどね、それでね、それは実際そうなんだけど、もっと変なのがあって、はい、まずこれ結構腸がぶつかって死ぬんですよ、蝶々じゃなくてあの鳥の方ね、鳥は結構これ渡り鳥ね、はい、特に山形県なんか渡り鳥鳥道ですよ、あでこれ結構死ぬんですよ、うん、で鳥の死んだ死骸がかわいそうにね、プロペラで切られるからバシャーって切られたやつがダーッと死骸でね海岸に打ち上げられるんですよ、はい、大体ね、それもかわいそうだし、うん、花粉も飛ばなくなるでしょ、うん、あ風が収まるんでね、そうもちろん風が半分になれば、はい、花粉の飛ぶ量は半分になるから、うん、だからタンポポも半分になると、うん、受粉しづらい、そうそう、でも花粉症の人は減るかもしれない、花粉症この時期はありがたいかもしれないそうそう、でところがもう一個大きな問題は人間に対する影響ですね、これ大体、ね、低周波の音が出るんですよ、で音と人間っていうのはね、空気の振動ね、これね聞こえないからいいってアホ言ってるのがいるの、うん、聞こえない音っていうのは非常に重要でね、うん、例えば昔森林浴っつってあの森林に行くと心が休まるから、はいはいはい、まあ、マイナス4、あ今でもありますよ、ね、昔はマイナスの4とか言ってたけど、はい、その後はなんか木の中心にクレゾール層があって、このクレゾール層から出てくるわずかなクレゾール臭が人間を落ち着かせるんだっていうのが、はいはいはい、そのマイナス4の次にあって、アルファーバー的な感じですか、いやいや、化合物、あ化合物ですね、化合物、うん、でそれが2004年ぐらいから違う研究が出てきて、今は2万ヘルツを超える音、うん、聞こえない音、それが人間に作用して心が落ち着くんだっていうことに変わっております、え今それが主流なんですか、主流です、あ違うの、俺まだ今でもマイナス4、ね、マイナス4だと思ってた、そうそう、マイナス4なんかないからねあのねマイナス4はなかった、そのいやいや音っていうのはほらなんかどっかの男に若者がたむろするから若者を追い出すために2万ヘルツ以上使うじゃん、あれだから聞こえたり聞こえなかったりするけど、それじゃなくてね、うん、人間っていうのはねもう全然聞こえない音から低周波も高周波もね、それを感じてるんですよ、低周波の場合はお腹なんか揺すられるんですよ、だからこうほらこうお腹出てる人、はいはい、人のお腹の状態でまた周波数も変わる、でね、浮力発電の周波数ってのは低いから聞こえないんですよ、うん、だけどね空気は振動してますから、うん、でね洋上発電やってるところの近くの、ね、人ではね振動によっても頭痛とか腹痛とか多くてね、
あ、そうなんですか。これね、山形県ではね、どういう例があるかっていうとね、これ山形県だから今度、はい、山形県で洋上発電山でやってるとこあるんですよ、小規模だけど。あ、湯沢町以外で。そうそう、それそこね、この前ね、ある家庭がね、引っ越しましたよ、うん、市か町か分かんないけど、市かもしれないけど、市がね、余ってる市営住宅に移動してもらったんですよ、うん、ほう、もう海岸縁住めないから。はあ、でね、そういう人がかわいそうなのはね、そういう人って大体100人に1人ぐらいしかいないんだ。うーん、ね、だから声が小さくなっちゃう。だからしょうがないから、市の方も相手が国だから抵抗できないから、しょうがないから、あそこの市の住宅をに移ってもらうっつって、その人に合意してもらって移った、はい、そもすっかりもう今元気。それで、だからこの問題っていうのは、木の問題があり、魚の問題があり、鳥の問題があって、花粉の問題もあって、さらに人の問題があるんですよ。でこれはね、もちろんね、自然を守る再生可能エネルギーとんでもないんですよ、うん、自然を壊す、人間を壊す ものなんですよ、うん、相当な影響が目に見えないところで起きてしまっているっていう事実がもうかなり起きてるわけですね。それね、あの日本の自然がこう再生する力っていうのは、風とか太陽の光で再生するわけですよ。その一番いい例が樹木ですね、うん、今の日本人の使ってるエネルギーっていうのは、それを全部日本の太陽光とか風力とかそういうもので補おうとすると、一番わかりやすいのは、日本の森林が1年で全部なくなっちゃうんです、1年で1年で。それがあの今の日本人のエネルギーの使い方なんですよ。こんなとこで暖房なんかして電気つけてさ、意味のないのに虎ノ門ニュースなんてやってるじゃないですか。その例はわざわざ、ね、だから僕らエネルギーすごい使ってる、はい、大体大型像、昔は2頭、今は3頭って言われてる、4トンの大型像を3頭分使うんですよ、1人で1人で、うん、すごい贅沢な生活してる。だからもちろん木なんていうのはもう、だって日本の森林に住んでる動物なんか少ないじゃないですか、うん、あれでやっとやっとなんですよ、どんぐり食べたりなんかして、うん、だから日本人が自然のエネルギーなんて頼ったら、もう日本の自然って全部ダメになっちゃうんです、うん、僕ある日 の九州のある市のね、市長さんがね、議会が太陽光発電もうやれやれって言われるから、はい、武田先生計算してくれって言って、名古屋大学の時に2年間しょっちゅう行ったりして計算した、したらそのね、市の場合はね、うん、ちょっと山岳なんか多いところですけどね、その市に降り注ぐ太陽光の 2% を使うと、うん、その2% 使うんじゃない、太陽光の利用してその市が使ってる電力の 2% を作ると、あの絶滅危惧種は全部なくなっちゃうんです、はい、今ね本当にこう北海道では風力発電絶滅危惧種の動物が危機に瀕しているという、そうなんですよ、あ、そうなんです、報道がある、これ本当ですか。絶滅危惧種はね、すぐ死ぬんです。あの要するにダム作っても風力発電作っても太陽光発電作っても絶滅危惧種がまずやられちゃうんです。なんでかって言ったらね、僕その市でね研究してね、初めてそこでよく分かったんだけど、レッドデータブックってあるんですよ、うん、でそのある種がこのくらいいて、どこに住んでる、そうするとね、僕らがね利用したいと思うとこはね、人間だからね、人間があんまり利用してないような沼地だとか、そういうとこにまず目つけちゃうんです、うん、風力発電でも太陽光でも、うん、はいはい、あダムでもね、うん、そういうとこに住んでる動植物と絶滅危惧種みたいな、そうだ、ね、弱いから、そうですね、ああそうですね、まあ、だから畑とかそういいとこは人間が使ってる、それでね、その市の使ってる電気の 8% つまり12分の1を太陽光発電でやると、うん、その市の動植物全部死ぬんです、うん、でね、それを報告書に書いて出したら、市長さんがそれを議会に説明して、それ以来その議会ではもう太陽光発電やろうっていうのはないわ、うん、つまり自然を使うってことは自然を痛めて人間が喜ぶってことです、はい、だから今はもうギリギリ生きてるわけですよ、うん、だからまだね、僕は計算すると、例えば自然エネルギーの余裕度ってみると、日本が1にするとまだアメリカなんか48だった、うん、僕計算して、だからアメリカみたいなところはまだ利用できるけど、うん、日本みたいにギリギリ使ってるところはね、それはなかなか難しい、うん、でもね、僕あの根本からね、この問題って考えていかなきゃならないんだろうと思うんですよ、うん、それ何かっていうと、本当に再生可能エネルギーって必要なのかどうなのか、うん、そこにシフトすべきなのかどうなのか、うん、要するにすべきだとするならね、すべきだと思わないよ僕は。でもそしたら、じゃあこの洋上風力問題があるから、はい、違った形で再生可能エネルギーを生み出していこうじゃないかと、うん、そういう方向に議論が行きがち、それは全く意味がないんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから特に日本のように、手前時間が来ちゃいました、今だからあのね、少子
子かなんかの問題をやって洋上発電ってものすごい矛盾してるんですよ。ね、人口を減らすんだったらまだいい、もう法律になってしまってますから、ね、ちょっとこれデッドね、もうトータルの話でやりたいですね、そうそう、あの政治問題も含めて、